始まりました、のんびり二人旅、略してのん旅。イエーイ、ということでテンションが上がって前日あんまり眠れなかったよっちゃんです。前日仕事があったのでクタクタの大ちゃんです。死にかけの大ちゃんです。当日も当日まあ当日前日や。ということで、この動画ではのんびり2人で美味しいものを食べたり、御朱印を集めたり、道の駅に行ったり、絶景を見たりする動画になっております。でも今回はのんびりではありません。今回はね、ちょ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 、欲張りパックパックパックという欲張りに欲張りを重ねたパック。そうだね、まあそんな感じのことがたまにはあってもいいんじゃないかっていう欲張りパックになっております。大体欲張りパックやろ。で、今日行くのは埼玉県の時の鐘っていうところに向かっていきたいと思います。まあ埼玉県に友達がね、某友達がそれ本人に許可取ってからやってよ。こっち編集大変なんだから。いろいろねプレゼントを渡すためにちょっと行こうかなということで、埼玉県に行ってきました。で、ルートはこんな感じ。だいたい7時間ぐらい。そうやな、6から7時間ぐらい見といたらいいかなっていう感じで、最初はね、まあ、最初はねなんとか料金を安くするために、深夜料金帯に入って、パーキングの中で仮眠を取ってから出発するという、強行軍に出ております。ということで現在の時間は深夜3時半になります、そう、大ちゃんがね、その日の22時までし、いや、じゃあ帰ってきたのが22時やった、ね、仕事からな、そっから急いで寝て3時に起きて、3時半に出発するという、ことを今やっております。過酷な強行軍、初日からクタクタになる強行軍で、とりあえず最寄りのパーキングに着きました。はい、おはようございます、おはようございます。2時間ぐらいかな、仮眠をとって。3時間ぐらいか。そうだね、あんま寝えへんかったけど、まあでも静かなところだったからね、まだ良かったかなって感じで、朝7時半ぐらいにスタートです。江南パーキングエリアに寄って、寄ってじゃないで起きて、そう朝ごはんだけ買って、ちょびっと買って、食べて、ここはね朝7時から開くっていうところになっております。急げーと、混む前に急げ、給料稼ぐんだということで、そうよっちゃんがくるみゆべしを買い、おやつにおやつに買うとか言って焦って出発と出発しました。そう今日はね5月の3日、3日なんですよ、はい、3日の日です。そう3日の日でね、ゴールデンウィークのね真っ只中なんです。で、その友人がね、1時から2時の間に用事があるということで、用事終わりのまあ14時から合流しようということだったんで、それに合わせて今回を出発したんですけど、結局自己渋滞が4回の、単純な渋滞が1回、渋滞に5回挟まれ、結局着いたのが4時やな、16時に着いたということで、結局運転時間は何時間やこれだけでもうすでに、とんでもない時間帯を運転者だと。で途中でね、岡崎のサービスエリアによって、そのなんだっけ、もう渋滞起こるよってことが分かってたから。ああそうやな、この頃は分かったもんな、ある程度渋滞起こるの分かったけどな、下りがな渋滞するはずやから、上り関係ないと思ってたんやけどな、この時まだ。そうだね、でソフトクリームを食べました。よっちゃんの方がみかんソフト、大ちゃんはソフトクリーム、普通ののんきに食って、ああ休憩できたし行くかみたいな
ていう感じで言っております。はい、到着しました。いろいろすっ飛ばしてもうここに川越市に着きました、うん、で16時って来たね。そう16時、うん、16時半ぐらいかなこの時点で、うんうん、だいぶ綺麗な鯉のぼりに癒されながら、うん、この街並みもだいぶなんかあの大正時代系の、そうだね、うんうん、大正ロマンみたいな、ま、京都とはちょっと違う街並みだったよね。全然違うかったなここ、うん、うん、歴史はあるけど、うん、京都と違うまたなんか違った味が出てて、うんうんうん、この建物めっちゃ古いしさ、そうなんか美味しそうなものがいっぱい売ってるなみたいな感じでのんきで歩きながら、うん、でまあ集合場所のうん、時の鐘だね、時の鐘広場やったっけ、うん、に行って、まあ、無事合流と、はいで、だいぶ逆光で真っ黒黒ですけど、これが時の鐘、うん、これは結構古かったんだっけ。そうそう、あんまり詳しくはね、わからないんだけど、うん、なんか、ゆず氏の時鐘を彷彿とするような感じだね。あったな、うんうん、で奥には神社があってやな、うんうん、そうそう、で裏側はこんな感じだ、うん、結構高かったなこれな、うん、うん、そうだね、昔はその階段があるとこから登って上で叩いてたのなっていうような感じ、うんうん、なんかねここの神社のところもねご利益、うん、があるみたいなんだけどちょっと忘れちゃったんだけど出世とかはあったね。あったあった、うん、でここは神社と、うん、お寺がくっついてるんじゃなかったかな、うん、そうか、右に神社があって、うん、正面は真ん中にお寺があってみたいな感じだったな、うん、なってたね、うん、休暇、うん、今はもう完全に機械化で全自動で時間になればキャリ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 ってそうそう、あの紐が巻かれて勝手にカシャンってコーンなんだよな。ちょっと動画になると音がなんか安っぽくなっちゃったけど、実際に聞くと結構いい感じの、うん、ちゃんと響いてる感じだったんだよね、うん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 、共鳴してたし、うん、なんか音響の機械持ってる人もいたね、うん、おったおったおった、うん、この時で18時の鐘やったな、うん、3、4回ぐらいやってたか、うん、そんな感じになります。はい。はい。で、無事合流できて。とか、行く場所ないかなっていう感じになってね。この18でも行けるとこないんかって時に、あ、じゃあ神社に行くかっていうことで、うん、氷川神社に。うん、ここは風車で有名なやったっけ？うん、みたいだね。うん、門の風車も風が結構強かったから、カラ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 回って結構良かったしな。うんうん。で、実はこれ去年にも来てたよな。違う場所だけどね、違う場所の氷川神社っていうところに来てた。え、ここやで。え、ここだっけ。ここ、ここ。ここか、奥からあれか。そう。ここが見てなかったのか、うちら。そう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 。そういうことか。うん。あの、今、これ右向くかな。右向かへんか。右の大きな柱のとこから入ってきてん。あ、そっか。うん。そうだった。あ、これ。あ、そうだ、これ見たわ。うん。そうそうそう。そうだったね。うん。その時はね、まだこうやって動画撮影してなかったからね。そう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 。うん、そう、ついてから、え、これ去年来たで、一緒に、あ、じゃあ2人でとか言って、うんうんうん、そうそうそう、言ったとか、うん、で、去年はね、あのタイの形のね、そうそうそう、おみくじをやらせてもらって、そう、タイを自分で釣って、うん、あの磁石で、うん、おもちゃの磁石で釣って、その中におみくじが入ってるから、うん、口の中から取ってみたいな、うん、そうそうそう、あったあった。今回はコロナの影響か知らんけど、真ん中で銭湯あれやったな、どっかの建物の中でそうだね、うん、やってたね、という感じ、という感じで、御朱印に関してはね、去年撮ってるから、今回はいいかなと、うん、撮影はしておりません。はい、お菓子横丁で、まあ合流した後にご飯を食べようっていう話をしてて、ということで19時半の予約になってたので、ちょっと時間が余ったから、そうそう、じゃあお菓子横丁寄るかっていうことで、うん、歩きで行ける距離やったから、うん、まあ、寄ってみましたと、うん、ここは結構お菓子がいっぱい
お菓子横丁っていうだけあって、なんか歩いてたらさ、行き交う人がさ、おっきなふ菓子を持っててさ、あれなんだって思ってたら、ここのふ菓子だったってよね。そう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 、日本一長いふ菓子ですよって、で、場所によってはあの店内撮影禁止のところがあったんで、そうだったの？うん、あった、そのふ菓子のところはあかんかった、もし撮影される際は気をつけた方がいいかなと思いますということで、19時半になったので、どこやったっけ、チーズの海に溺れたい in 川越やったっけかな、まあ、とにかくチーズを前面に出したお店ということで、うちらが頼んだのは、まだ食べたことのなかったラクレット、あのチーズをあの熱で溶かして、それをこうあのナイフでギャーってこそぎ取ってかけるというタイプのやつを、パンとベーコンと、ソーセージのやつと、あ、何だっけ、じゃがいも、そうそうそう、この3種類を頼んで、まあ、4人で食うという感じになりました。で、これが実際にかけてる時の様子です。ギャーってすごいよね、こうやって手に持ってやるんだって思った。そうそうそう、表面だけ火で炙って溶かしたのをこっちへ持ってきてって感じで、これがお通し、お通し、お通し、うん、欲しかったよ。チーズとジャムとあと、蜂蜜、あ、そうそう、蜂蜜、うん、そうそう、かかってるやつ、そうそうそう、うん、この白いチーズも美味しかったもんな、うん、何チーズか忘れたけど、分かんないけど、でこれがハム、ハムとベーコンか、うん、そうだね、うん、あったかくてね、あったかくてねじゃない、あったかいうちに食べなきゃいけなくてね、そう、あの冷えたら塊になっちゃうから一個の、うん、そうそうそう、結構慌てて食べたような気がする。でこれはパンか、これパン美味しかったな、パンのやつ美味しかった、なんでこんなに美味しいんだろうってぐらい美味しかった、うちらが普段食べてるあのチーズとは違うなと、うんうん、でこれがじゃがいも、じゃがいもか、じゃがいもも美味しかったな、じゃがいもも美味しかった、うん、ついつい欲張ってね、そう人の分まで取ろうとするっていう、そうそうそう、俺の分取ろうとしたもんなじゃがいも好きやからあげたけどさ、うん、笑ったけど、でなんだっけ、どれか分かんなかったけど、あのチーズがカリカリしてるのがあってね、あ、そう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 、ということでお腹いっぱいになったので、今日のところはこれで終了、これで終了、この後ね、あのその友人宅にね、泊めてもらって一日終わって、次はじゃあ、関東方面の散策をじゃあしようかということで、早めに寝ることにしてます。で、今日のお会計4日まとめてはちょっとしんどいので、1日1日でちょっと、ま、分けようかなと思ってます。まず、岡崎サービスエリアで食べた、ソフトクリーム、よっちゃんのみかんソフトと、普通の牛乳のやつ、みかんが400円で、ミルクが390円で、川越で、ラクレットね、チーズ食べようっていうことやったんやけど、その川越までは車で来てるのでコインパーキングに止めはいかんということで、コインパーキング代が700円で、ラクレットが、パン、ベーコン、ソーセージ、で、じゃがいも、あとお通し。で、4人で、これ2個ずつ頼んだんか。そうだね、じゃがいも以外は2個ずつ頼んで。そうやな。で、じゃがいもだけ1個半分に割ったんか。うん。そうやな。で、まあ、全体で、9042。まあ、1人はそれ割る4というような形になってます。で、今回高速、渋滞でね、途中で降りたのもあるんですけど、深夜料金もあって助かってるんで、5990円で、合計で16522円。こう考えるとすごいよね、1日で1万超えた、5000超えてるから。いや、でもあれだし、ご飯、夜ご飯代がね、あ、まあ9042、うん、まあ実際はそれ割る4やからな、うん、それ頭はちょっと安なるから、うん、あれやけど、まあ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 結構かかったかなという感じです。ガソリンはちょっとね、もうあの入れた回数多すぎたんで、一番最後に合計で出します。分かったという感じになりました。ということで
この動画が良ければ、良ければチャンネル登録と、あ、内容は薄い動画になっていますが、今回は、うん、チャンネル登録とグッドボタンを押してください。はい、押してください。今日はひたすら運転しただけと。ほぼ運転やで、もう実際は。車窓動画だよね。そう、ほんま、ほぼ車窓。うん、じゃあ、はい、着きましたっつって、なんか3秒で終わったけどさ、3秒ぐらいで切り替わったけどさ、実際あの間がクソ長かったから、そう、うん、あの、なんだろう、都会の洗礼を受け、いや、ほんま都会の洗礼を受け続けるやで、ほんま渋滞抜けたと思ったらまた渋滞やしさ、まともに走ったほとんどなかったし。それでは次回の動画をお楽しみに。それではさようなら。